ピアサピアサとは、北米イリニ族に伝わるドラゴン、または会長である。ミシシッピ川一帯に伝承が残っているピアサは、その体と四本の足は、鱗で覆われ、背には大きな翼を生やし、全身は赤、黒、緑の三色に彩られた姿であるという。また、頭部の角は、鹿の角に似た形状であるという。イリニ族の言い伝えによれば、ピアサは、 肉食ではあったが人間を襲うことはなかった。しかし、イリニ族とタブ族との間に争いが起こり、戦死者の死体をピアサが食べた。ピアサは人肉に味を占めてしまい、以後、イリニ族の人々を襲っては喰らう怪物となってしまった。イリニ族はピアサを退治すべく勇敢な戦士、マサトがオりにして、ピアサが地上に降りるように仕向けた上で、 大勢の戦士たちが集団で攻撃して倒したという。1673年、イエズス会のジャック・マルケット神父は、ミシシッピ川を探検中に、川岸の高い崖の壁面にピアサの姿が掘られているのを発見した。この時に同行していた、原住民の案内人が、神父に、イリニ族に伝わるピアサの伝承を話したことから、この怪物の存在は広く知られるようになった。 しかしこの壁画は1856年頃に崖の側で石切り作業が行われた際に岩の表面が崩れたことで失われたという。また SS バンダインのドラゴン殺人事件でピアサやアマンゼモクドム等々の竜の怪物の存在が事件全体を怪しいものに引き立てていることからピアサがアメリカンの間では恐怖の対象であったことが伺える。ピアサパークは住所は イリノイシューアルトン62002番に存在する。ピアサパークにて復元された壁画も見ることができる。ありがとうございます。